どういったアウトプットを皆さんされてましたか？あるグループのアウトプットとしましては、地域創生っていうところにフォーカスを当てて、地域がもっと活性化するような、そういった新規事業を立案されていたグループもありますし、他のグループですと、障害を持っている人でももっと就活がしやすくなるような、そういったサービスを考えているグループもありました。結構どの社会問題でも OK で、それがちゃんと実現可能性としてしっかりあるのかっていうのが分かれば、ワークとしては成り立つっていう感じなんですね。そうですね、実現可能性も大事ですし、一番重要視されていたなと思うのが、設定した課題に対して自分たちがどのくらいの思いを持っているのかっていうところが一番重要視されていたなというふうに感じていて、自分たちの私たちの周りの友人であったりだとか、そういった今までの経験だったりだとか、そういったところからこの課題をどうしても解決したいっていうような、そういった課題を設定するっていうのがすごく重要視されていたなというふうに感じます。